皆さんと一緒に三原舞依選手のプロトコルを今から見ていきましょう。うん、これはフィリーのティンカーベルですね。妖、う、精、ん、の、えー、プロトコル表ですね。はい、145.41がトータルです。うん、僕もまだちゃんとまだ確認してなくてアドリブになっちゃうんですけどちょっと確認していきますか。はい えっとね、まずね、あの、総合技術点が76.40ということに関して、やっぱすごいですね。トリプルアクセルとか4回転とかないのに、この点数出せるっていうのは、本当すごいと思います。うん。多分、日本の中で言ったら、国際大会で言ったら多分、トップになると思います。うん。コンティの場合は。 前は結構坂本選手も出していた感じがあったんですけど、えー、宮原選手も確か出していたかな、これぐらいの点数。うん、確か。まあ結構前ですけどもね。でも、宮原選手は、まあグランプリシリーズでも、ね、前もお話ししましたけど、スケートカナダは76点で、イタリア大会は77点ですからね。うん。で、アジアンオープントロフィーも技術数で70点なんですよ。で、これトリプルループがダブルループになって、この点数なんで、 だからまあ75点は硬いですよね。うん。それって結構すごいと思う。まあ、潜在的に力が強いっていうか、そういう感じがあるので、まあ、今回も76.40なんで、えー、国際大会での評価の高さっていうのは、えー、誇,らあの誇ってるかなっていうのが、えー、象徴している感じはありますね。うん。はい。で、しかもですね、あの今からお話しする軸として、のこのフライング FCCOSP2 ってこれ、12番の要素、一番最後の要素、これフライング、足換えコンビネーションスピンですね。フライングをして足を変えるコンビネーションスピンなんですけど、これ一番最後にやったんですよ。で、これね、あの足を変える前はあの良かったんですけど、足を変えた後にあのヘアカッタースピンって言って、髪の毛をこう切るような、エッジできるようなスピンの後にビールマンスピンやって、えっと、うん。 レベル2つ上げるっていうことになりますでコンビネーションスピンは足換えと足換えの前と後でそれぞれレベル2ずつしか取れません。うん、だから例えばあの足を変える前に、えー、レベル4を取って、えー、足を変えた後にレベル0でもレベル4になるかって言ったら無理なんですよ。だからちゃんとレベル4を取るためには足換え,足換えと足換え前と後でレベル2ずつ取って。 最高のレベル4を目指すっていうのがコンビネーションスピンの鉄則になります。足換えコンビネーションスピンの鉄則になってきます。で、彼女は足換え前は良かったんですよ。うん。えー、まず、あの、フライングキャメルから入って、えー、ウィンドミルってね、ウィーンウィーンウィーンっていう感じの、なんかやりました。ウィーンウィーンウィーンってね、やってるんですけど、まあ、それレベル1取れるんですよ。うん。で、その後に、あの、イジスピンって言って足を持つんですけど、これで、 柔軟性があって、これ難しいポジションなんで、まあ、レベルを取れるんですね。だからレベル2になります。で、足を変えた後に、えー、通常ですとまあヘアカッタースピン、髪の毛をカットするスピンっていうのをやるんですよ。で、それがまたレベル1取れて、あとビールマンスピンですね。うん。あのビールマンスピン多分知ってる人多いと思う柔軟性がある技ですね。まあそれもレベルが取れるんで、まあレベル2ずつで、レベル4を目指すという格好なんですけど、えー、彼女ですね、足を変えて、 しばらくした後にヘアカッタースピンをやろうとしたときにね、ちょっとこうバランスを崩しちゃって、ウイってね、グイってなって軸がかなり大きくなってしまいました。うん。軸がずれてしまったんですよ。だから、ヘアカッタースピンすることがほぼできなくて、ビ、えールマンスピンにも至らずレベルはゼロになりました。で、彼女はですね、あのそこで、えー、まあそこでもレベルを取ろうと。 まあクロスですね、クロススピンをやったんですけど、まあ、多分2回転回れてなかったと思うのでレベル判定はできずに足換え前のレベル2足換えあとはレベル0で合計レベル2になってレベル2の評価ということになったわけですね。はい ただですね、あのコンビネーションスピンって規定の回転数、えー、前半と後半しっかり回らないと、えー、コンビネーションスピンとして認定されずに0、えー、点に最悪な場合0点になっちゃうことがあるんですよ、えー、ですがしっかりとねあのバランスを崩した後も回転を続けたことによってちゃんとフライング足換えコンビネーションスピンとして、えー、この基礎点レベル2でも基礎点を もらえたっていいいうのは大きいと思いますこれもしもキックアウトになってしまうと2.32そのままなくなってしまって73点とかになっちゃう可能性があったんで73点じゃないか74点くらいかうんぐらいになっちゃうので、まあ、そこは非常に最低限の取りこぼしで済んだかなって思いますねだからもしもバランスを崩しても最後までしっかり回りきるっていうのは非常に重要ですとても大切なんですよ だからそういったところで彼女は諦めずに最後までしっかり回りきったかなっていうところが、えー、まあミスの最低限の減点にとどまったっていうところになったかと思います。はい。えー、っと、そんな感じですね。で、えー、っと、まあ、バランスを崩したんですけど、減、えー、点、そんなにされてないかなっていう印象がありますね。はい。 えっと、まあ、あの、メキシコ、ウクライナかなウクライナの一番ジャッジがマイナス4をつけて結構厳しい感じがありまして、あとコリアジャッジもマイナス3をつけてますね。アメリカはマイナス2。ただ、メキシコのジャッジが逆にプラス2にしたりとかしてますね。ジャパンジャッジはマイナス1ですね。はい、えー。オランダとオーストラリアジャッジは逆に1の加点になってます。だからメキシコとオーストラリアとオランダは、 プラス評価になってますね、うん、ただまあ今回結構バランスをかなり崩してしまったんでウクライナマイナス4かなり大きい感じがあるんですけど、まあ、これはね仕方ないかなと思います結構かなりバランスを崩してしまったんでマイナスが大きくなったとしても仕方ないかなと思いますね逆にプラスになっちゃう方が結構甘すぎるかなと思ってしまうくらいなんで、まあ、多分それはねあの足替え前の ウィンドウミルの綺麗さとかねああの、アップライトのア、えー、IG スピンの美しさで結構評価されたかなと思ったんですけど、まあ、足換えの後はかなり、ね、バランスを崩した感じも見えましたんで、ここはね、マイナスがちょっと大きくなってしまっても、えー、仕方なかったかなっていうところはあるかと思います。逆にね、えー、1とかプラス評価にしてたりとか、限点がなかったりするっていう方が、まあ、結構あの、うん。 え最低限の点数が取れたっていうか結構まあ甘いっていうかねまあそういう感じにも若干見えたんでマイナス1からマイナス2ぐらいがね妥当だったかなっていうふうにも思うのでだからまあ最悪の中でミスをした中で減点がマイナス減点のその,あの激しさっていうのがね収まったっていうのはね良かったかなっていうふうには思いますね。うん このスピンね、丸々0点だとしても、えー、それでもまあ優勝はしていたんですけど、でもね、彼女の最後までやりきるっていうところが良、えー、かったと思うので、まあ、すごく、えー、と僕は満足ですね。はい、結局、年点もマイナス0.18にとどまりましたからね、これは非常に良かったと思いますね。うん、あと、得点とは別のものになってしまいますけど、あのー、やっぱり一番最後の最後で愛嬌っていうところを見せてくるっていうあたりは、まあ、すごく逆になんか良かったかなって、良かったかなっていうすら思いました。うん えーまあ、バランスを崩して減点されるっていうのは良くないんですけどもでもなんかあの新しいものが見えた感じもあったので、えー、そういったこともね含めて僕はあの満足したので良かったなと思いますね。うん、<laughs> はい で、あともうちょっと話をするんですけど、フライングキャメル、えー、フライング足換えコンビネーションスピンで。で、あの、このスピン終わった、まあ、このスピンバランスを崩してしまったんですけど、えーまあ、得点プロトコル表とは別のところでですね、ちょっとこう足にね、かなり来てしまったかなって思うんですよ。うん。で、あの、滑ってる最中とかも、あの、まあ多分滑ってる最中に痛みがあったのかもしれませんし、彼女インタビューでですね、あの、演技始まる前に、 なんか泣きそううだっっっってていいことともちょっとおっしゃっていたんですよそれが何で泣きそうだったのかっていうことはまだちょっとよくわからない部分もあるんですけどちょっとまあ不安があったのかなっていうね足の不安があったのかもしれませんね。うん、えもしかするとこう足のまあ病気があるんですけどえ、まあ、その調子があんまり良くないのかなっていうところもありましたし全日本選手権のフリースケーティングもですねあの最後結構足をこう引きずりながらねあの 歩いていたような感じがあってかなりね足に来てたんですよ。で今回の四大陸選手権も終わった瞬間にすぐにこう膝まついたっていうかちょっとこうしゃがんでしまって結構浮き上がれなかった感じがあったので、えー、なんか相当足にダメージがあったのかなって思って心配だったんですよ。うん、でそういった結構過酷なギリギリの状態で、えー、この四大陸選手権を迎えたのかなって僕思ったんですよ。だかからもしかすると えーまあ、最後の最後であのスピンをやりきる完璧にやりきるためのこの足の状態っていうのが少し不安が大きかったのかなっていうところもありましたけどそこはねちょっと僕の推測になっちゃうんで、えー、分かってきませんがなんかそういう感じに少し思っ,て思っちゃいましたうんそんな感じですねだからもしもそういう状況だとしたら本当にあのよく最後まで耐え抜いたなっていうふうには、えー、感じますはい えー、そんな感じかな。うん。このフライングキャえっと、足換えコンビネーションスピンについてはね、結構、このね、あのフライング足換えコンビネーションスピン、離すことが結構詰まっているスピンだなと、マイナスは結構やっぱりあるので、あんまり良くない感じがするんですけど、まあ、このプロトコル表で示しているのは、そういった彼女の状況とかっていうところまで深読みできちゃうなっていう思うので、ちょっとこれはそういったことをね、感じちゃいました、僕は。はい。えー、と、ちょっと。 待ち,ちくださいねあとはそうですね、うん、あの全体的なところをこう見回してみてるんですけど、まあ、とにかくまあこの4分の1回転ギリギリという評価になってしまうクォーターマークとかね、えー、もちろんあのないですしそれからあの回転が足りなくなってしまう,こうア,ン、えっと、アンダーローテーションっていうねマークもないこういったマークがつくと減点されてしまうことがありますね。で えーとアテンションって言ったり E マークこれはルッツジャンプフリップジャンプのエッジの使い方が間違ってるよっていうマークも一切ない非常に綺麗なあなプロトコル表になってると思いますまたスピンとかでもたまにこうコンビネーションスピンで V マークっていうのはつくことがあるんですよでこれはまああのスピンのある規定の要素がこう 亡くなってしまったときにね、現れることなんで、こういったことも全くありませんので、非常に美しきプロトコル表になってるなというふうな印象を僕は受けてます。はい、で、これはですね、何も四大陸選手権に始まったことではなくて、あのー、今,今期のグランプリシリーズですとか、えーまあ、グランプリシリーズ一年の大会を見ても、えー、ショートもフリーも合わせてほとんどないんですよ。 うん。多分グランプリシリーズはスケートカナダもイタリア大会もフリースケーティングにもショートプログラムはなかったと思います。イタリア大会、あえっと、スケートカナダはショートプログラムでルッツ等で9マークあったかもしれませんけど、えー、そんな感じなんですよね。うん、だから結構そ,のそういったマークのない綺麗さっていうところは、まあ、この今回の四の大陸選手権でも、えー、なかったですので非常に健在。 してますね、うんえー、潜在能力だから顕在化してるっていうところは本当に素晴らしかったなというふうに思います。うん、まあ普通ですとちょっとこうちょっとの表してやっぱり9、まあ、マークとかあの、ね、そういったマークがついてしまうことが結構あるんですけど、えーまあ、一連の試合を通してなかったっていうのは非常に大きいかなと思います。でも彼女ね実は一昔前は結構ルッツトーループとか、えー、フリップジャンプだったかな、うん、とかで結構その 回転がギリギリリのマークになっちゃうあとルッツジャンプで、えーまあ、アテンションかなフリップジャンプかなどっちかでこうアテンションがあったりとかすることも結構あったかなって思うので、えー、そう思うと本当に彼女成長してるんですよね。うん、でそれって復帰後の方がさらに良くなってる気がするんですよ。うん。一昨年復帰してきてその前より良くなってる気がするので本当にあのえー ここまでよく頑張ったなってすごく思いますね。素晴らしいと思います。このプロトコル表を見ても涙が出てきてしまうくらい、えー、努力の賜物を感じますね、僕は。うん、はい。えー、っと、で、あともうちょっと話をすると、まあ、ここですね、全日本選手権で悔しかった6つ目の要素、ダブルアクセルトリプルトーループの評価ですね。これが、 まあ、シングルアクセルに全日本選手権になってしまって、シングルトーループをつけてしまったので、トリプルループ、ダブルトーループがあのちょっとザヤってしまったっていうところで、全日本ではね、ありましたけど、まあ、これがきれいに今回入りました。国際大会ではね、非常に成功率高いんですけども、えー、全日本とかジャパンオープンではミスがあるので、えー、ちょっと全日本があのなかなかうまくいかなかった部分でもあるんですけど、まあ、この大陸選手権では雪辱を果たしたっていう感じかなと思います。はい。 で、えっ、ー、と、加点も結構ついていますね。うん。まあ、トリプルルーツ、ダブルとダブルループもちょっと不安があったなと思うんですけど、ここも綺麗に決めてきました。はい。で、えっ、ー、と、そんな感じですね。だからジャンプに関しては、もう全部加点1以上の評価になっていますね。でね、ダブルアクセル、あのー、これ、非常に 二つ目のこうダブルアクセルなんですけど、えー、音楽に合わせて妖精が風のようにね、妖精が風のようにこう舞い上がっている感じがある、この前半の4つのジャンプですね、特にダブルアクセルがすごい風のような感じを僕、受けまして、ティンカーベルがファーッとこう飛んでるようなね、そういった印象でしたね。うん、もう、プロトコル表からなんか想像がつく感じがあるんですが、想像がつかないか。うん だから、プロトコル表を見て、えー、思い出しちゃいますね、僕は。うん。そんな感じかな。トリプルフリップなんかも安定してきましたし、非常に良かったんじゃないかと思います。トリプルサルコーもね、難しいステップか。トリプルサルコーの前のところで、ちょっと若干ね、えー、一部ステップが入ったので、若干工夫をしている部分がありましたね。はい。ただ、一つ難点を挙げると、トリプルルス、トリプルトーループの後と、ダブルアクセルの後のこの助走ですね。これが、 結構似てるんでですすよトリリププルフリップこうだっったかなどっちかなどちね、うん、結構似て一て回蹴ってあの切、ー、るんですけど結構ねあのー、こことここのスケーティングが少し似てる部分があるのでそういったところの工夫をしていくとですねもっとプロ PCS の方が上がっていくのかななんて思ったりはしてますね。うん あの僕実は三原舞依選手の、えー、モノマネプログラムっていうのを陸上フィギュアでやったんですけどそこで気づきましたああ三原選手こことここの振り付けほとんど同じだなって思ったんですよだからそういった工夫とかを今後してくるともっと PCS の幅がね上がってくるのかななんて思ったりはしてますただこのねフェアリー・オブ・ザ・ギャラクシーかなミュージックミュージックの名前がちょっとあれなんですけどあのずっとこうまああのいっ 一貫性があるというか、結構一定の感情メロディーなんで、表現するのは結構難しいと思うんですよ。うんまあ、三原選手のように、えー、まあ流れのあるスケーターならではの曲なのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、三原選手しかできないかなっていう感じしてるんですけど、うんまあ、あのそういった意味で、まあ、そういったところを来シーズンは、ね、工夫していくのかななんて思います。まあ、でも来シーズンうんぬんっていうよりか、今シーズンここまでこう頑張ってきたっていう、そういったね、えー のがまあプロトコル表にも表れているので、僕はすごく嬉しいですね。うん、で、あの最後のスピンはともにして、あの最後のスピン以外のスピンは、例えば、えー、このフライングシットスピンなんかも4がとても多いですし、えー、ステップシークエンスではね、ジャパン・ジャッジが5をつけたりして、4も結構多い感じですよね。うん、このの中盤の え前半の、前半から中盤の、これ、足換えのコンビネーションスピン、スピリチャーな部分なんですけど、ここも3とか4が非常に多くて高い評価になってます。うん。素晴らしいですね。スピンとかステップの評価、非常に素晴らしいと思います。で、コリオシークエンスもね、えー、4とか5、ジャパンチャッチ5ですけど、4は結構もらえていたりするので、こういったところも素晴らしい。アラベスクとか、アラベスクでいいのかなうん。えー、スパイラルですよね。ありましたんで、良、えー、かったなと思います。で、今回ね、イーグルやりましたよね。 うん、最後のところで、たまにね、やんないバージョンが稀にあるんですけど、今回はやりましたよね。ジャッジのところをちらっと見るんですけどもね。はい。そんな感じですかね。うん。で、えー、っと、プログラムコンポーネンツ移っていきましょう。あ、だからね、技術点もうちょっと話をすると、えーまあ、ここのところの取りこぼしがなかった場合は、78点ぐらいね出る可能性が見積,もら見積もられます。見積もられます。はい。 例えばレベル4になって、加点がまあ3とか4とかになってくると、まあ4.5点ぐらいもらえるのかな。はい。うん。まあでもそれくらいもらえると思うんで、そうすると、えー、まあ2点以上もらえますからな、78点ぐらい届きますよね。うん。だからまあそういった意味で考えると、えー、まだ実は伸びしろがあるんですよ。うん。78点ですよ。トリプルアクセルとかなしで。 だから相当潜在的に強いし、顕在化してきてるんで、やっぱり日本の中で、国際大会で今、一番高い点を持つポテンシャルがあるのは三原選手かなとは思うんですけどもね。はい、えー、そんな感じで。うん、で、えー、っと、プログラムコンポーネント見ていこうと思います。で、PCS、まず目についたのが、まあ、今回69.01ということになりましたね。 うん、まあ70点あともうちょっとというところになってきます。まあこれはねやっぱりあの音楽がずっとこう一定感があって緩急のなさとかそういったところがちょっとねもしかしたら響いてるかもしれないですね。コうリアタッチが8点つなぎのステップ8点台にしてるんですけど、えー、まあでも多分そういったところがあるのかなという印象ですね。まあ9点台をたくさん出すためには、えー、そういったその来シーズン以降そういったこの緩急のつけ方っていうのをもっとこう あのベンあなんだろう、えー、あのなんだあの上達していくべきなのかなって思うんですけど、ただそうすると今度は三原選手の良,い良さである天使性、天使というか、まあ,あの陽性な感じっていうのは失われてしまう可能性があるので、これ山、山本総太君の時にも話したんですけど、えー、非常に難しいんですよね。あの スケーティングがああいう感じのスケーティングをする選手だと関係のつけ方が難しいのでせっかくの美しいスケーティングをどう生かすのかっていうところがとても面白いですね逆に面白いと思います三原選手の妖精天使なスケートをどのように PCS に生かすのかっていうところをね、えー、こうやっていくのがすごく面白いかなというふうに思いますね。うん まあこれがね、ところどころカザフスタンとか9点台、日本ジャッジは8点台か、メキシコジャッジ9点台ですね。はい。出てますので、オランダジャッジも9点台か。うん。そんな感じなのでね、まあ、これからどんどん9点台が増えてくるの。でも、でも相場、今回の、えー、今期の三原選手の PCS ずっと見てきましたけど、大体相場かなっていう感じは受けましたよね。うん。なので、特に大きな返りもないですので、 うん、あれなんですけど、まあ、PCS が70点を超えていくためには、そういったあの緩急とかっていうところがポイントになってくるのかなと思うので、まあ、三原選手の良さを生かして、今後あの、プログラムコンポーネントの向上をどのようにしていくのかっていうところも一つポイントかなっていうふうには思ったりはしてますが、うん、でも非常に良かったですよ、本当に。感動的でした、僕は。うんえー、こんな感じかな、だからお話は。 プロトコル表を見てのお話はこんな感じでしょうかね。うん。えー、ちょっと皆様の意見も、プロトコル表についての意見もちょっとちラ見していきましょう。はい。えー、っと、三原さんのプロトコル表についてのコメントですね。まあ、プロトコル表というか、まあ、特定についてのコメントをちょっと拾っていきますが、他のコメントもちょっと混じっちゃってるかな。はい。えー、メルさん、よろしくお願いします。 完全に同意です。三原選手はどこの国の大会に行っても安定していて、回転不足もエッジエラーもない、綺麗なプロトコルで210点を出しているので、オリンピックに出るべきだと思います。この得点ということに関して、この綺麗なプロトコルという表現がありましたけれども、まさに僕もそう思っていて、まあ、Q マークとか、まさにこういったマークですよね、まあ、V マークもそうですけど、こういったものがないんですよ。うん だから本当に、まあ、でもね、一昔は結構あったんで、まあ、すごい成長してきた感じがあります。えー、坂本選手は国内大会以外はルッツのエラー、おっしゃる通りですね、これがあるんですよ。で坂本選手は逆にね、今季は結構フリースケーティングで国際大会は点が伸び悩んでるのが、まあ、マークがいろいろあるか,らかなっていうふうに思うんですよ。なので、まあ、全日本は非常に良かったんですけど、まあ、全日本はね、神でしたよ。うん 坂本本全日本神でした国際大会ではね、ちょっとそこら辺が気になるんですけど、でも彼女ね、魔数を踏んでやってくるんで、多分オリンピックも相当いい演技するんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこはねまた今の議論から離れちゃうんで、置いときましょう、うん <coughs>。すみません、ちょっと先手が出てしまいましたけれども、えー、そこは、えー、っと今度お話しするとして、うん。で、えー、っと、そうですね、えー、ルッツのエラーが取られる可能性が高く、 テクニカルスコアが伸び悩み、PCS 評価も下がるので、ノーミス前提なら三原選手に分配が上がるのではないかと思います。えー、将来性という名の、浜口グループへの媚び売りでしょうね。ということで、これは何だろう。浜口、あ、これ浜田,浜田先生ですね。浜港のことかな。うんまあ、ちょっとここは置いときまして、えー、まあこのク,クリーンなね、あの綺、ー、麗なプロトコルっていうところは非常に、うんえー、感じるので、 うん、そんな感じかな。はい。あ、ミルクティーさんもプロトコル表についての、あえー、得点についてのコメントをいただいておりますね。えー、かぶくん、こんばんは。よろしくお願いします。えー、三原選手、本当良かった。えー、後半から、あの、手汗と涙が止まらなかったです。えー、最後のスピン抜けても145点って、えー、すごいです。おっしゃる通りですね。あの、本当におっしゃる通りだと僕も思います。 あのやっぱり難しいトリプルアクセルとかなしであそこまでね点数を取れるっていうのは質が非常にいいということを示しているので、えー、演技後点数発表後の涙を見ると三原選手つらかったんだろうな緊張プレッシャーがあったんだろうなと思いましたちなみに最後のスピンはレベル2でしたよあの、ね、レベル2になりましたあれ、まあ、前半のところの2つのねあの足換え前のところで、えー 点があの取れましたけどだから足換えの後にバランスを崩しても最後までこう回転を回り切ったっていうところはね、えー、意気込みというのを感じましたけれども三原選手の演技五輪でも見たかったです私も株君と同意見であの同意で、えー、三原選手の国内大会の点数は低すぎだと思っていました、まあ、ちょっとねプロトコル表を見るとあ,あれもこれもそうなんだっていう感じがあったので、うんえーまあ、これも株君テレビの方で この前お話ししましたけれども、国際大会だともっといい得点が出るのにと何度も思ったことがあります。えー、また、思っていたことなんですが、スケリエンが五輪代表選手の決定の際、年齢を考慮して決めたということに対して、日本女子の選手は何も思わなかったのでしょうか。これね、どうなんだろう、うん、他の選手たちはちょっとどう思ったのか分かりませんけど、な,なんかいろいろ思ったことは多分あると思いますよ。 思ったとしても口にはできないと思いますが、いや、口にはできないですよ。あの空気でね、あの自分の意見を口にするのは相当勇気がいることなんで、うん、今回は三原選手と川辺選手でしたが、いつ誰かが同じようになってもおかしくないと思います。アメリカの決定の仕方だったらよかったかなと思いましたということでね、これは五輪、えー、代表のお話、これはまたね、後ほどやろうと思うんですけど、まあ、このね、スピン、この最後のスピンっていうところでね、レベル2を。 えー、取ることができたしっかりとこう点数ね、えー、スピン全体がキックアウトになっちゃうんじゃなくてしっかりこう点数を乗せてきたっていうところは意地を感じました、うんえー、クロススピンやりましたからねなんとかこうクロススピンしてクロススピンやるとレベル取れるんですよでもまあ回転が足りなかったのとクロスが十分じゃなかったっていうところもあったので、まあ、レベル1には届かなかったかなっていうところがあるんですけど、まあ、それでもね、うんえー、最後までやりきったのかなっていう感じがあったのでねすごく僕は、えー 感動ですうん。はい、えー、タップダンス柳さんからもいただきましたありがとうございます、えー、2つの視点についていただきましたが読んでいきます、えー、焦りも感じましたねで、えー、体勢が整わないまま足換えをしてしまったので フリーレッグにバランスが引っ張られてしまった感じですね。これね、すごく僕、なるほどなって思いました。この前半のところ、体勢が整わないまま足換えをしてしまったっていうところは、ちょっとこう気づかなかったので、ここをもう一回後でチェックしてみたいなっていうふうに思いましたね。うん、で、これは足換え前のお話なんですよ。で、えっと、 フリーレッグにバランスが引っっっ張られててしまったっていう感じです、す、えー、イリュージョンの段階でいつもと違う体の使い方をしていたようにも見えたので、ヒヤヒヤしていたんですが、ここもね、あの僕まだあの気づかなかったので、後でまたそこも確認していこうと思うんですけど、なんかそういった感じのようですね。嫌な予感が当たってしまいました。えー、ということで、少しこう、いつもとは違う感じだったのかな。うん、えー まあそれでも145点出せたのは素晴らしいのですが、これですね足に生きてると、ここはね、ちょっとえポイントなんですよね、今。全日本選手権終わったあたりはちょっと心配です、僕も。そもそも三原選手は関節の病気を抱えながらのスケートなので、そのあたり何事もなければよいのですが、そうなんですよ、そこね、インタビューの時もそこをちょっとちらっとなんか言っていた感じがあったので、 えちょっと心配です、うん、はい、まあ、これについてはまた後ほどお話ししていこうと思うんですけど、えー、まあそこがね、まあ、どうなんだろうっていうところですよね、うんまあ、心心と体が一,一体になってると思うので、えー、まあ悩みとかっていうところも体に影響してるのかなっていうところはあったかどうか分かりませんけども、えー、今はちょっとゆっくり休んでほしいなと思,う思い 思います本当に。うん、はい、まあ、そんな感じでスピンに関してはそのような感じの、うんあのー、なんだ状況があったと思うのでそこを、ね、確認していただきたいと思うんですけど僕も、ね、後で確認していきたいと思います。あとはカムイーさんから、えー、ふらついてしまいましたね。おそらく全力を出し切ったのでしょう。しかしそれ以外は完璧でした。 来季はもっと期待できますねというところへこうふらついてしまったというお話とか、えー、JK ブローソスさんからも最後のスピンですよね。あ、これショートプログラムか。えー、素晴らしい演技に朝から涙、かぶくんもおっしゃっていましたが、私もスピンの時に上げていた手が途中から力強い拳に変わったところが一番印象に残っています。いろいろな困難があっても前に進んでいこうとするイさんの意思と、 コロナで生きにくい世の中でも頑張っていきましょうという全ての人へのメッセージに思いましたということですよね、うん。この世の中だからこそ響くものがあるのかというところで、うん、そう、だからまあ、あの、そういうことなんですよね。で、えー、195t さんからも、えー、スピンについてですね、えー、最後フらわついてた いたので、えー、心配になりましたが。がう今、こうふだついてたっていうのちょっとやっぱ心配ですよね。えー、全力を出し切ったと出し切ったのですね。うん、えー。ハラハラドキドキワクワクしながら、えー、見ていました。もう途中から涙なしには、えー、彼女にしかできない唯一無二の素敵な妖精の舞イマ、えー、でした。うん、えー。優勝金メダルおめでとう祝福本当に良かったハ、えートハートですね。 最後のインタビューも優しさあふれてて、えー、もう全部感動です。インタビューが本当ね、泣けますよ。うん、もうびっくり、本当にね、もうどこまでなんだろうって、どこまで彼女陽性なんだろうって本当思っちゃいました、えー。けどこんなに素晴らしい選手がゴリに行けないことが改めて悔しいという。 残念というかフリーは素晴らしい演技がたくさん見れましたね。日本の3選手頑張ったみんなに拍手、本当に今回、日本の3選手みんな涙の,、ね、あの演技だったんですよ。で結構、松池選手もね、あの今季一のフリーでしたし横井選手も、えー、素晴らしい演技、フリーが結構得意なところもあったんですけど、まあ、そこはね、また後で横井選手のところで話そうと思うんですけどあの得点も良かったんで。うん すごい最後にむ報われたのかなっていう感じがあったんでね。うん。あ、そしてマントマン・ケレオンさんからも最後のスピンですね。ヒヤッとしましたが、えー、最高の演技に感動しちゃいました。最後の、ね、スピン、ちょっとやっぱりヒヤッと、ね、するっていう方、した方、非常に多いと思うんですけど、えー、僕もねちょっとやっぱり足の痛みとかっていうところが今心配になってきてるんですよ。そこら辺が ポイントになってきますが、でもね、本当に感動の演技です。うん。青木さんからも、えー、三原舞ちゃん、あのー、おめでとうございます。本当に感動しました。えー、最後のスピンは、レイバックスピンができなかったということなのかなえー、ご愛嬌ですね。このご愛嬌、僕もね、すごくいいと思いますよ。えー、なんか最初ね、僕、あの、カメラを撮りながら実況やってたんですけど、ちょっとこう、見過ごしちゃってですね、 何があったのかなっていうところだったんですけど、後で確認をしてみたら、ちょっとミスをしちゃった感じでした。うん。なんか、あの、新鮮なね、感情を受けました。うん。舞ちゃんだけではなく、日本女子3人揃って素晴らしい演技だったんで、個人的に神大会でした。あの、本当です。本当に神大会だったと思います。僕もね、えー、そう思っていて、もちろん日本選手3人ともよかったんですけど、他の選手もね、他の国の選手も、 えー、韓国の2人の、ねえー、選手も良かったです。U4 が良、ね、くなかったんですけど、あんまり。でも、アメリカのオードリー・シーンも非常に素晴らしい演技ですごいこう、ね、濃密な大会がでしたよ。うんえー、でも、舞ちゃんの PCS、えー、プログラムコンポーネンツですね、今までと比べたら高いですけど、やっぱり低いですねというところですね。 えー、今回は最終関数だったから思う存分出してくれてよかったのに、割、え、り、ー、エとかシルバコワが74、5点出ていること自体はいいんですけど、マイちゃんに比較して何が足りないのか素人目には分かりませんで。これについては先ほどちょっとちらっと話したんですけど、ちょっとやっぱり同じような振り付けがあったっていうところとかね、そういった細かい部分がもしかすると PCS が9点台が出にくかったなっていうところがあるので、そういったところの工夫とか、緩急ですね。うん ロシアの選手って非常にこう、緩急があるんですよ。うん。だから、そこら辺の工夫とかをもっとしてくると、かなり良くなってくるのかなと。坂本選手もすごいスピード速いんですけど、結構緩急があったりするので、まあ、そこら辺の工夫をやっていきたいですね。はい。ただ、三原選手のスケーティングで緩急をどう出していくのかというところで結構難しい課題になってくるんで、まあ、そこら辺、これからの三原選手を応援しながら。 えー、彼女の成長っていうのを、ねまあ、追ってどのように PCS を上げていくのか、えー、そういった工夫をどのようにしていくのかっていうのを、まあ、私たちはね、えー、見ていくことになるので、まあ、そういった工夫とかはねあこういったところを工夫してるっていうところがあったら、まあ、そこをお伝えするっていう感じをやっていこうと思っています。うん で今回ねトリプルサルコーの前にカウンターロッカーロッカーカウンターっていう難しいステップを入れてトリプルサルコー入ったんですけどその前に若干トーステップみたいなのが入ったんですよ。うん、そういったちっちゃい工夫とかもあったのでこういったあの工夫とかもっとインパクトのある工夫っていうのをたくさん入れていくことによって PCS を上げたりあとはイナバウアーとかね新しい試みとかを三原舞さんの、ね、イナバウアーぜひやってほしいですね。うん 絶対天使になりますよ。うん。三原舞さんが稲葉ウアーやったら大変です。うん。今年はね、イーグルを入れてるんで、ぜひ来年からはですね、来シーズンは、えー、三原舞の稲葉ウアーをね、天使稲葉ウアーをね、見せてほしいです。はい。まあ、優勝は優勝です。しっかり休んでほしいですね。えー、ということですね。はい、という感じで、うん。 はい、あ、そしてアンパンタンさんからそうそうこれね僕ねそう、間違えちゃったんですよ最初この動画を見てスピン新しいのかなと思ったんですけれどもスピンは新しいのではなくてビールマンに行く時に足をつかみ損ねてしまったということでつまりミスのように見えましたこれはねミスですね あと、うん、で確認したらこれはねミスだったかなと思います、えー。だから涙は後悔とか不安とかによるものだったのかなとあの特に不安っていうものはすごく大きいと思いますね。この後悔っていうのはあれかなスピンでミスしちゃったことによる後悔なのかな、うん、ちょっとよくあれですけどもねここら辺がまだちょっと分かってこない部分もあるんですけど一瞬本当にゾッとしましたがこれが原因で ということにならずあこれが原因で、まあ、要はメダルをが銀メダルになっちゃったりするということはなくて、えー、ならず、えー、無事優勝で本当に良かったということですね。まあ、結構今回、韓国の選手キム・イエムもイ、えーいい・ヘインもすごくいい演技で結構点数詰まってましたから、あのー、本当になあの難簡単なことではなかったんですよ。 結構点数がかなり離れているわけじゃなかったんで、えー、本当にあの無事に、本当に優勝できてよかったと思います。うん、で、6連覇なんですよね、日本選手は。だから、四大陸選手権はね。だからそう思うと、本当にそういったプレッシャーとかもあったのかなっていうふうに思うので、えー、あのスピン、なんとか最後まで回りきってよかったなと、まあ、もちろんね、あのスピンが0点になっちゃったとしてもね、えー、順位は変わらなかったなと思うんですけど、でも気持ちがね、やっぱ大事なんで。うん そういったところがやっぱりちゃんとこう意地を見せてくれたっていうのは良かったんじゃないかなと思いますね。はい。はい。えー、なのでこんな感じかな。三原選手の,あのプロトコル表についての,あの、プロトコル表っていうかジャッジの評価についてのコメントは一通り読んだかなと思うので、えー、特にこれ以上お話はないかな。うん。また何かあったら追加で動画を撮ろうかなと思うんですけど、多分、えー、得点についての いろんなことは、えーん、得点についてのことは、特にこれ以上お話はもうしきったと思うので、えー、あとはまあプロトコル表だけのところ以外ですよね、一番最後のスピンの、であのなんだろう、その足の痛みがあったとかっていうところは、やっぱ焦点になってくると思うので、えーはい、話しきったと思いますね、僕は。うん というわけでね、プロトコル表分析と皆様の特典のに対するコメントの僕のツッコミはね、これで以上になります。はい、それでは皆さんありがとうございました。これで以上になります。